練習法の方を説明していきたいと思います。やっぱりあのバケットってめったに作らないと思いますし、家庭の場合だと一発勝負になってくるので、それでうまくいかないっていうのはとてもあの当たり前のことで、体をまずこう野球でもいきなりこうバッティングセンター行かないで素振りを何回もするのと一緒で、パンもきちんと動きを体に覚えさせるっていうことはとても重要だと思っているので、まずタオルでそこら辺のことを練習してください。それからパンをこねてる間の、こね上がり寸前の生地で練習するのも私はよくやることです。でタオルだと生地が結構どうなって、あの生地とタオルは違うんですが、動き的にはタオルも生地も基本的には体の動かし方は一緒なので、それで覚えさすようにしてください。それから生地になった時に生地に対応していけばいいので、ちゃんと動きの方を学んでいきましょう。まず分割丸めからします。で分割してやったのなんですが、まあ、そもそもすいません、これ硬い生地でこうキュッキュッてやってパン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 って叩いたりする生地じゃなくて、アルーチで扱っている製法の1回目の、長時間じゃない冷蔵発酵のバケットですね。でイーストでちょっと緩めにしてあるので、そういうやり方をしています。で分割丸めなんですが、丸めをするときにこうやって、まずこうやってこうやる人がいます。なんですが、こうやると生地が三つ折りになっているんですが、簡単なこと言うと、こうやって三つ折りにするようなもの、わかりますか？ぐしゃぐしゃになって、なんとなく三つ折りになっているけど、こうぐしゃぐしゃになっているから三つ折りのサイズになっているんだよっていうものだけなので、緩い生地の場合は上から必ず持って、まあ、こうぐしゃぐしゃってなってたものを引っ張って三つ折りで、こっちからやるときも2回目はこうぐしゃぐしゃってやったり、こうやると怖いから、皆さんも2回目もこうやるんですが、こうやるとこう三つ折りになったつもりでぐしゃぐしゃってなっているだけで、これが三つ折りしたつもりになっているだけのことが多いです。なので2回目はここをクッて押してあげるとここが張りますよね。なのでゆっくりやると手にベタベタついちゃうので、クイッっていう感じにして丸めてます。だから表面をふっふって張らすっていうイメージで、こういう感じで丸めます。で丸めるとちょうどこう三つ折りになるので、いつも言っている通りこっちとこっちを緩めを正確にしないといけないので、閉じ目は下になるようにして、こうやってベンチタイムを置いてあげましょうということをします。なので簡単なこと言うと、こうなっててこういうふうに生地があったとします。これを三つ折りって言って、こうやって三つ折りにするのと、こうなってる生地を、まあこれ三つ折りじゃなくなっちゃったんですけど、こうぐしゃぐしゃってなるのをちゃんと引っ張ってこう三つ折りにしてあげたのでは、ぐしゃ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 ってなんとなく三つ折りになっているのとはわけが違うので、ちゃんと引っ張りながら三つ折りにしてあげるっていうことを分割丸めでは意識してください。でこれから成形ですね。成形なんですが、まずこっちの向きから、もう折り紙と一緒と思ってください。3分の1のところにこう折ります。まずイメージね、3分の2少しだけ重ねます。そしてこういうふうに重ねてあげたっていうと、全部太さは一緒だし厚さも一緒です。だからこうなってくればきちんとしたバケットになります。でこれがこういう風になるんです。そうするとこの目を見てください。わかりますか？こうやって縦に伸びていくんです、バケットって。なんかこうこうなったのがこう伸びるって思ってませんか？じゃなくて、成形した生地って本当はこうなってるはずなんです。でそれをこういうこう何ですか、あの波のところにあって、こうやってキューって寄せてあげて、キューってしてあげてるから、こう縦に伸びて、それがオーブンに入ってボーンとなるので、こういう生地っていうのはこんな感じですね。要はこう食パンだとこれがのの字になってるわけじゃないですか。っていうことで、バケットっていうのは基本的にこういう風な形状をしてるよっていうことになります。なので三つ折りにする時も、ここでこうやって三つ折り3回折るってしても、例えば1、2、3
3でした場合、ここがこう何層ですかって言われてもいっぱいな層なわけです。じゃなくて、ちゃんと揃えて、まあ、ちゃんと1回目、2回目、3回目ってやったら、この層はさっきよりも少ないわけです。っていうので、緩い生地の場合は、こっちをこうして、ここで戻すときに、要はこうなってこうなる。で、こっちも最後こうなるときは、要はこうなってこうなるのと一緒ですね。そうすると真ん中の部分がすごい芯とか言ったりするんですけど、芯になる部分がいっぱいあるので、それさ、緩んでも、この、量っていうのは変わらないんで、上にバホンって伸びるっていうので、そういうのを狙ってくる。そうするとクープがパキッて立つとか、まあ、そういう成形いろいろあるんですけれど、まあ、そんなこともあります。で、まずは基本的には 1,2,3 で折るっていう練習をしてもらいます。なので3分の1のところまで、さっき言ったのと一緒でクシャクシャクシャってしない。だからこうやってやろうっていう、こうやって持ってくる人はあるんですが、こうやって持ってくる場合はここでキュッてかなり締めれる生地になります。で、生地自体をこういうこっちとこっちのこういう鋭角な力を入れると強い折り方になります。なのでうちの生地の場合はそんなやり方やると、このギュッてしたところがもうピシャーって潰れてしまうので、やるとしてもこういう風にしてください。でもここで持ってくるときに、だいたい本当はこう折りたいのにぐしゃぐしゃーってするだけになります。なので持ってくるときはこうシュッ、まあ、こう持ってこういうふうに持ってきてください。まあ、2回に分けてもいいです。こういうふうに1回目はこうやって持ってきてください。で、ここでポン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 ってするって、まあ、した方が慣れるんですが、まあ、こね方パンチで引っ張るだけの場合は、そうやると周りがぐしゃぐしゃ潰れていくだけなので、まあ、緩い生地はこうふわっと持ってくる。で、1回目持ってくるときはここを張らせる。で、上から持ってくるときに生地をある程度均一にしていきたいので、こっちから折りながらペタ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 っていう時も、皆さん手がこうくっつ、何回開いた方がいいですよっていう話を何回してても、まあ、大抵こうやってくっついていきます。で、こっちからこっちに流してあげるよっていう時も、こう流す人と、まあ、こう流す人と、こう親指でやる人と小指でやる人っていうのは、この均一感がなくなるので、2回目はこうやってポン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 叩かない代わりに、ここで丁寧にこっちにガスを均一に抜くというか、こうプレスしてあげると、こっちとこっちに気泡が溜まってくるよという話を毎回毎回しています。で、最後に上から見たここの真ん中にピーってこう線があるとして、ここに親指を当てて反対からめくって横の方かな、半分にしたいわけです。だいたいここも皆さんここら辺をこうやって持ってきてるだけ、こうやってこうやって、あ、今分かりにくい、だね、だいたい最後は本当はここに親指を横に置いてください。だいたい皆さんこうやって置きます。親指をこうやって入れてこうやって引っ張るだけです。そうすると親指を使うと指先で引っ掛けちゃうよということも毎回こうなって、こうやってやっと、よくありがちなの、こういう感じをしたり、こういう風にやってしまう人が多いです。だからこっちでグイッてしていないっていうことが多いです。なので半分のところに親指を置いて、こっちのできるだけ半分のところに指を持って、半分に折ってください。半分に折ったらこっち止めるだけです。半分に折って止める、半分に折って止める。その時に親指がちゃんとこの直線に当たっていること、こうやらない、親指の先じゃなくてここを平行に当てて、できるだけ後ろからつまむ。その時に指先を使わないで第二関節で持ってくる。そうすると指がこういう動きをします。こういう動き、まあ、そんなに強くやらなくてもいいんですが、まあ、こういう動きをしてください。横でで止めていくってするときちんとできます。で、こっちの止めるやり方もここの全体でむにょっと感じている。だからこれがこういう風に寄ったりしないで、まあ、できない人はこっちをつけてこうやってもいいんですが、だいたいこうすると三角になるので、三角にしたここっていうのをこうやって寄ってしまうので、
まあ、最初広げてくださいって言います。広げて45度にこう当ててくださいっていう風にします。なので最初こう45度で当てるためにはここで当たらなくて、45度にするためにはこういう感じで当てなきゃならないので、ここに隙間が空いてしまいます。なので隙間が空くっていうことは、ここの閉じ目がピタッてくっつくことはまずないです。ピタッてくっつけようと思うと、ここからここの1センチはもうピチャンで潰れてしまうので、少し離し耳にしてこういう感じで当ててあげてってます。で、閉じ目はつかないじゃないんですかって言うんですが、まあ、早くやるとこれがこう下に閉じるとか、まあ、いろいろあるんですが、最初は下垂が多い場合はこうやって、その後でカードで下にこうやってやってもらえば、もう下に行けばくっついてしまうので、そんなにこうやってこう閉じなきゃならないっていう記事ではない。逆にこう閉じなきゃならない記事は、気泡が あんまりボコボコにはイースト数が少ないのでなりません。なのでこういう感じで、だからもちろん東島石窯とかで焼く、まあ、0.1 か 0.2 イーストのバケットと思ってください。これ 0.4 とか入れた場合は全然やり方が違うので、まあ、それは違うものと思ってやってください。で、加水の量とかも違うと全然違うので、あくまで製法コース1回目でやっている配合で考えてください。で、こうやってやります。で、その時にやりがちなのは、こっちの手とこっちの手が離れてる生徒さんがやってるのは、こういう人も多い。なので閉じたらこう近くでできるだけこうやってやってあげると綺麗にできるかなっていう風になります。だからまずはこうやって折ってる人が多い。だからバケットになって、もうこれだとこう三つ折りじゃないから扁平になって、すぐにだれて表面が張らずにだれてしまうってなるので、まあいわゆる最近見ていてすごく多いのが、半分に折れてないです。こういう風に半分に折れていない人が多い。折るためにはこっちで、最初は右手だけを気をつける。右手を親指でどんどんやるって、こういう風になる人が多いのとか、あとこうやっててだん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 こうやって猫踏んじゃったみたいにこうやってなっていくのが多いので、自分がやってちゃんと平行に全部最後までいくかっていうのを練習してください。それくらいかな。だからこうやってちゃんと折る。これ長くしても、長くするとちょっと細すぎるんですが、まあこうやってよいしょ、これ2枚重ねてやってください。こうやってもうひたすらで細かくたくさんやってください。これがどん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 だとブヨ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 ってなるので、うまくできない間は私もそうなんですが、細かくたくさん、細かく早くたくさん、細かく早くたくさんってやると一番締まるようになるので、この練習をひたすらこっちでこうですね、ちゃんと折る。最初はゆっくりやってくださいね。折ってやる、折ってやる、折って止める、折って止める、折って止める。まあそれを練習してください。これがバケットのですね、まあ、2つでやれっていうので、ちょっとタオルが1本しか見つかんないのでなんですが、まあ、そうやってちょっと練習してみてください。最近バケットのこう丁寧に見てあげようと思ってやってるんですが、なんかこれができ練習して体で覚えてできたつもりでも大体癖があって、まあ、こういう風にやってますとか、こうやってますとか、まあこうやってつま先使っちゃ、爪を使っちゃってるとか、その人によっての癖があるので、それは教室に来た時にここの爪こうやって使っちゃってるから、次までにこっちのこういう練習をしましょうという、そういう練習の方法を伝えたり、出来上がったパンを見て、あそこがこうなっているとこういうパンができちゃうよというのを教えるのが教室での実際のレッスン の意義なわけなので、こういう基本的な動作の動きっていうのは皆さんがある程度できないにしても、体でこうここに来て、あどうやって折るんでしたっけじゃなくて、ちゃんと1奥3回で閉じるっていうこの動きは分かっていった方が教室で学ぶ意義がちょっと出てくると思うので、ちょっとそのタオルを使った練習っていうのを、まあよく
なかなかねレッスンの時間の時はできないんですが、まあ、これはこう時間がある時に洗濯物でタオルが出てて畳む時に必ず1回やるじゃないんですけど、そうすれば毎日1本バケットを作ってるのと同じになりますので、ちょっと時間を見つけてやってみてくださいっていう動画を作りますって言ったので作ってきました。まあ、やんなくてもいいですけど、こういうタオルを使った練習法っていうのはすごく重要だったりします。この丸め方のやり方とかも、その動きってどうするのっていうと、練習生地作ってもいいんですけどもったいないので、まあこういう風なタオルでイメトレをする、で生地をこねてる、食パンこねてる時なんて最後にこう分割丸めして丸めの練習、成形の練習とかやって全然こねてるって思えばいいので、そういうのでやったりして練習してみてください。